オハヨーライナーは東日本旅客鉄道が塩尻駅と長野駅の間を篠ノ井線、信越本線経由で運行されていた快速列車である。特急型 E257 系電車例番台仕様の松本長野間で設定されていた快速も挙げる。もともと松本長野間は両駅間で 60km 以上離れている上に単線区間が多いため列車交換があり、通勤にはやや不便であった。各駅停車で1時間以上かかり、特急、しなのを利用すれば、松本長野間は50分ほどであったが、最も早い、しなの1号でも松本発が9時台と朝の通勤時間帯に適していなかった。こうした松本長野間の朝の通勤時間帯の不便を解消するため、2004年10月16日のダイヤ改正から松本駅と長野駅の間で運行を開始した。また、2005年3月1日からは運転区間を塩尻駅からに延長した。また、長野始発は早朝で、松本始発は夜間に E257 系電車例番台での快速設定があった。乗車券や定期券の他に停車駅で発売される。乗車整理券を購入することで乗車できる。E257 系仕様の快速については、通常の快速扱いであり、グリーン車自由席以外に特別な料金はかからない。189系及び E257 系による運転は2019年3月15日を最後に終了し、2019年3月16日のダイヤ改正以降は早朝、夜間帯の松本長野間の E257 系快速も含み211系電車を使用する乗車整理券不要の快速列車となった。2018年7月現在の停車駅。同線を走行する特急、しなのが停車する篠ノ井駅、成高原駅には停車しない。2015年6月1日時点。ありがとうございます。